急等針は、針、または、急の治療形態の一つで、針の柄にもぐさを巻きつけて燃焼させるものである。竜図、針頭とも呼ばれる針柄にお灸をつけるので、本来は、針頭球と呼んだ方がいいのだが、考案者の赤羽孔兵衛が、急等針と名付け、急等針法という本を出版しているため、彼の意思を尊重して、業界では、急等針と呼ばれている。 英語では、マクサニードルというため、一般の人に説明するときには、モグサバリキューバリなどと言い,い、また、音針、音球と呼ぶこともある。針も球もよく効くので、一緒にやったらもっと効くのではないかと考える人は多い。しかし、いわゆる、コロンブスの卵で、本気に考える人はいなかった。昭和初期に、ひない針なども発明している。 群馬県の新旧市赤羽神兵は真剣にそのやり方を考えていたが当時の針は針柄と針体がごく弱いハンダで接続されているだけで熱どころかちょっと力を入れると継ぎ目で折れてしまうほどでとても実用にならなかった試行錯誤の末太めのステンレスの針で針柄をハンダではなくかしめ式で作りその上に中央部に 針柄が被さる塔のような管がついた金属製のお皿を乗せお皿の上でもぐさを燃やす方法を考案した70年代以降は針もステンレス製が中心になり針柄も大半がカしメ式になったため現在では針に直接もぐさをつけるようになっている現在はディスポ針という使い捨てのものが中心になっているが針柄が金属製のものならほとんどが 給湯針として使用できる。針は4番以上のものがよく安定して使いやすい。長さは一寸3分、または一寸6分のものが適当である。給湯針用として売られているもぐさは、天球用のものより質が荒く、温球用よりも高品質のものであるが、その品質にはピンから霧まである。普通は、天球用に近い、比較的良質のものの方が使いやすい。 針は必ず垂直に侵入する。もぐさを安定して巻きつけるためには筋肉内に2トルくらい刺す必要がある。胸部の一部や肩の牽制穴などすぐ下に肺があるところは手術しない方が良い。腹部に手術するときは呼吸によって針が上下したり傾いたりしやすいので燃えている間は目を離さないようにすべきである。もぐさの玉は 直径2センチメートルくらい0 3ム程度のものが良い。新旧院御用達商人のところにあるすぐ針に刺して使える急凍針用切りもぐさを使うのも良い。普通はもぐさと皮膚の間に4センチメートルくらいの隙間があるためひどく熱くなったりやけどをしたりすることはないが針が傾いたりもぐさが落ちたりするとかなり重いやけどになるので 患者には決して動かないように指示し、もぐさが燃え尽きて冷めるまで、十分注意しなければならない。煙を、黙々と上げる、急等針はいかにも効きそうなため、これを看板にしている、心急師はかなりいる。しかし、研究機関でこれをやっているところは少なく、普通の針や急に比べてどれだけ効くのか、あるいはほとんど違わないのかのデータはまだないようである。近年、 アスベストやタバコに限らず、煙などの微細粉塵の発芽性が問題化しており、手術者の健康問題を心配する声も上がっている。ありがとうございます。